年を重ねる美顔は武器となるメイクアップロデューサーのショコです。皆さんこんにちは。この度レギュラーでねテレビ出演をさせていただくことになりましてとっても喜んでおります。番組名はおさせてショコさんっていう番組で、毎回ね天の声の天子ちゃんがキレイを加速してくれる一押しのねコスメと、ね、美容に良いものを紹介されて、プロの目線からねどんな感じなのかっていう感想を述べていく番組なんだけども、ショコビチャンネルではねコツコツが最強って歌っているので、継続してみてどうだったのか、もっと深掘りして使ってみてもっとこうやると効果的だったよとか、検証&アドバイスができるまでしっかりねこの押された商品をねしっかり使い込んで動画をシリーズ化して出していきたいと思いまして制作しております。ご参考にしてもらえると、嬉しいです。はい、今回もね最後にお得な情報もねお伝えするので最後まで見ていってください。今回ねてんこちゃんにおすすめしてもらったのはこちら。はい、このストレス環境に負けない肌と髪へ、忙しい日々を過ごす全ての人へ、30代から50代ユニセックスということで、働く大人におすすめということで紹介されたんですよ。私34年間美容業界に行ってこんなシャンプー初めてっていうシャンプーだったんですよ。なんとこれねスクラブ入りのシャンプーだったんだけども、ね、収録した時関わっていたね全員が使ってみたいっていう高評価のシャンプーなんで、ちょっとねこれね放映されたところをねちょこっと皆さんに、ね、紹介していきますね。では VTR スタート。ショコさん、はいはい、あれ使ってみた？送られてきたやつでしょ？そうそう、どうすごかった、頭スーってしたよ。そうよね、よかったよね、ということで今日私が押させてもらうのがこれですね。ヘンプリーヘアマイルドスクラブシャンプー、そしてヘンプリーヘアモイスチャーエマルジョン。目まぐるしく変化するストレス時代の中で生きる人に自分と向き合う時間を提案する働く大人のためのシャンプーとトリートメントなの。これシャンプーが、まあ、ちょっと興奮してるんだけどいい？見せてこんな感じだったの、出てきたの。てんこちゃんこれスクラブになってるじゃない？気づいたわねそう、そのスクラブは、スクラブとしては珍しいシュガータイプなんでお肌にも優しいのよ。これすっごいシャンプーのね泡立ちも良かった。そうなの、スクラブなのにモワモワっと泡立っちゃうなんて新感覚よね、私長いこと美容業界にずっといたんですけど初めてだった。わー、よかったわね、このシャンプー、CBD 配合でスカルプ効果が高くて、まるでヘッドスパに行ったような感覚を体感できたんじゃない？あ、そう、プロの人に洗ってもらったぐらいの、まあ私もプロだけどさらに気持ちいいから、これ誰でも気持ちいいと思うんだよね。そして、もう一つのモイスチャーエマルジョンも一押しなのよ。これもねすごかった。私すっごい癖っ気なんですよ。タオルドライした後に、ね、このぐらい取ってなじませるといいって書いてあったけど、乾いた髪の毛もいいって言ってたのでちょっとつけてみる ね。このつけてる時にまたね香りがここのシリーズめっちゃ香りがいいわよね。いいのでね、そのあんまりベタベタしないの、こうねちょっと今つけただけでもすごい軽いのこうやってつけてあげるとね、ちょっとこうやって整えてあげるだけで一気に楽ちんヘアスタイル洗い流さないヘアトリートメント、香りも良くてまとまりも良くてベタつかないこの3点セットなの。そしてもう一つニュースがあるのよ。何？これ、あの有名な辛口評価雑誌、LDK The Beauty でも A 評価を獲得したの。すごい、私ね仕事結構ねしたことあるんですけど本当に辛口なのもう本当に検証しまくるし、本当にね、あ、それで A なのね、すれば素晴らしい、さすが。また何かいいのが入ったら押させてもらうわね、押してください。じゃあね、ありがとう、バイバイ。バイバイ。はい、どうでした？気になるでしょう。私の髪はね癖っ毛で細くて軟毛で乾燥毛というね、あまり髪質がよろしくないんですよ。シャンプーやトリートメントかなりね昔からこううるさいので
はい、このスクラブ入りのシャンプー、ヘンプリーヘア、マイルドね、スクラブシャンプー、これね、ほんと初めて使ったんだけど、もう収録後めっちゃ気に入って、もう夫婦でねめちゃくちゃ使ってました。スクラブはシュガータイプなので、肌がね弱い人でも安心、泡立たないかなと思ってたんだけど、びっくり泡立ってます。あのちょっと写真撮ったらこんな感じです。はい、あとね、なんといっても癒されるね、この香りがもうね、もうリラックスできてね、すっごいスースーして、本当に爽やかな香りなんですよ。で、洗っている間スースーしていてね、ほんと気持ちよくて、ヘッドスパ行ってるみたいね。ともさんはこれね、加齢臭が気にならなくていいよねって言いながら、なんだかね楽しく愛用してました。もうこれね1個使い切って、これ2個目なんですけども、で、私の洗い方のコツはね、シャワーをねこうやって上から当てるんじゃなくて、顔が下に下がらないようにちょっと上向いたり横向いたりしながらシャワーをね当てて、こうやってねしっかり濡らしていきます。で、この時にもうしっかりねトン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 ってしたりとかして、しっかり濡らすっていう、予洗いっていうのがすごく大事になってくるんですね。あのシャンプーする時は全部そうなんですよ。で、しっかりねこうやってね、なるべくお湯がねこう顔にかからないようにして、こうやってね流していって、しっかり濡らしていきます。で、そしたらこのさくらんぼ台のね、手のひらに乗せて軽く伸ばしていくんだけども、数箇所に分けて、ね、ちょっとこう取りながら数箇所に分けて頭皮になじませていきます。そして手のひらのこの腹を使って、ね、よくマッサージするように洗っていきます。で、スクラブがあるのでね、毛穴の中のね汚れもしっかりこうやってねなじませていく。私はこのフェイスラインをね、よく動かしながら、そうするとたるみ防止にもなるのでね、今度少しずつゴールデンポイントに向かってマッサージするように洗っていきます。こうやってお湯をね少し含ませながらゴールデンポイントに向かってこうやってね洗っていくとめちゃくちゃ気持ちいい、ね、後ろは今度ね横にこういう状態で洗っていきます。で、この時もね下向いてね洗わないようにね、ちゃんと前向いて洗ってあげるとたるみ防止になっていきます。で、そこでやったら今度また洗い流しがないように丁寧にシャワーで洗い流していきます。はい、こう洗い上がりって結構ねキシキシするんだけど、いつものトリートメントをねつけて仕上げると、もうほんとこの髪の感じすごく整っている。でもね、洗い流さないねトリートメントもついてるっていうことで、モイシャイマルジョン、ね、このヘアミルク、これがあったので、シャンプーキシキシしてもそのまんま上がってタオルドライして、これをねあのちゃんとねなじませてつけた、濡れてる時にね。そしたらもうすごいツルンツルンのね髪の毛になって、乾いてからもねすごく扱いがすごい良かったんですよ。で、これなんと、洗い流さないトリートメント、辛口評価の雑誌で有名な、私もねあのよく読んでる LDK ザビューティー、ね、A 評価を獲得したベトつかない洗い流さないトリートメントになるんですけども、あとこれ濡れた時に使ったら、ね、トリートメントとして使えるし、逆に乾いた状態こうやってねつけてあげるとセット剤としても使える。で、これ3つの補修っていうことで、ヒートリペアって言ってね、この熱から守ったり、ダメージ補修っていうことで、ね、このダメージ受けたねこの髪の毛もしっかり、ね、ツヤツヤにしてくれるし、モイストリペアっていうことで、私のこの乾燥毛がこんなにツヤツヤに、夜はトリートメント、朝はセット剤っていうことで、本当にタオルドライした後とかにねつけておくと、癖毛でねバーって広がりやすい私のねあの髪も、本当に雨とかでもね全然毛質が変わってよかった、扱いがよかった。で、このてんこちゃんに押される商品って使ったことないものばかりなので、とっても嬉しいんですよ。で、私もねいろいろ探し回っていろいろ紹介してるんだけども、本当にねもういろんな国もあるし、もう情報もたくさんあるしで、もう追いつかないんですね。そんな中、この番組本当にね出させてもらってありがたいと思ってます。これ TVer からもご覧いただけるので、気になる方はチェックしてみてくださいね。この作ってくれたねメーカーさんの社長さんとお会いした時に、私たちはもう自分たちが使いたいって思うものを作って、いいものをお求めやすい値段で提供してますってすごい言い切ってくれてたんですよ。で、いろいろ説明してくれた時にふんって聞いてたら、私めっちゃこれすごい好きみたいな感じでね、後々いろいろ言っていたら、さらになんとこのショーコビチャンネルを見てくれてる視聴者様の限定で
今紹介したねこの商品をなんと 15% オフで手に入れることができるそうです。はい、なおかつねすごい太っ腹だったのがこれなんと半永久的です。普通ね1回だけじゃない？なんだけどリピートの皆様もこの今紹介してる番組の概要欄からだとまたまたね2回目でも 15% オフで、はい、買うことができるということでリピートも安心です。はい、であと、はい、なんと太っ腹なね社長なんだろうと思って喜んでましたら、はい、今回2つセットで買うとねこちらの方のヘッドスパブラシが、はい、ヘッドスパブラシがついてきますということでこれねショーコビチャンネル限定でね、はい、出してくれるって言ってくれたんですよ。なんて嬉しいんでしょう。私買います自分でも買いますと思ったんだけど、ぜひ概要欄に載せておくのでこの機会に保存してゲットしてみてくださいね。あの収録してる時にいた全員があの買ってましたっていうぐらいすごかったです。はい、こんな感じで、はい、またあの皆さん最後まで、はい、見ていただいてありがとうございます。はい、今回10月からテレビ番組をねちょっとこのおさせて翔子さんということでいろんなね商品を紹介されるっていう番組にね、出させていただくことになって、なので私は、まあ、やっぱりね押してもらったのでやはりねちゃんと使い続けて1ヶ月はしっかりね使い続けたりとかして皆さんによかったらそのよかった方法であったりとか本当にねこんな感じだったのかっていうまたメーカーさんにね社長さんにまず聞いたりとかしてどんどんねあのいろんなあの作り手の思いなども聞いてね皆さんにご紹介していきたいかなと思っております。はい、またいろいろねお得にしていただけるチャンスをいただいているのでいいものがあったら紹介するので自分に合うなと思うものがあったらチェックしてみてください。またいろいろね皆さんにいい情報をね渡していきたいと思ってますので楽しみにしててください。ではまた次の動画でお会いしましょう。